お外はステンドグラス、うん、出られない。女の子が2人、あの半透明の紫髪の女の子と黒髪の女の子、あの黒髪の女の子が本体とかそういうやつ。まだまだ謎ですな。なんか人形が並んでるね。謎解きをしろって感じっぽいけど、唐突に持つとか言われましても、カインかかってる。なんかここに載せるんじゃないのって気もするんだけど、あ、これ色を合わせろってことかな。人形と台座の色を合わせろ的な感じかな。ちょっとやりましょうか。あ、一旦持ったらその一個しか持てない。ちょっと持ってる姿かわいい。かわいいけど、持つの考えないといけないな。紫のやつはないので、とりあえず一旦ここ置いとこう。赤いのは赤い台座に。で、青を青の台座に。で、緑を同じ色の台座に。どや。開いた。シンプルだった。おっと、お外に。あ、中庭かな。黒猫ちゃん。やあ。ここが最上階みたいだよ。ってことは、もう終わり？わかんないけど。わかんないけど。飲みかけのジンジャーティー。猫ちゃん、ジンジャーティー飲む？美しい白い花。ごきげんよう。花が喋った！まあ別におかしくないけど、この家の中何でもかんでもありなんだもん。老齢の樹木も喋る。何か用かね。はい。わしはお前さんのに用はないわ。静かにしとくれ。すいません。気味の悪い緑色の植物が道を塞いでる。これをなんとかせえってことなんかな。緑は鳥が食べる。鳥をあそこに誘導しろってことなんかな。まあちょっといろいろ見てみましょう。饒舌な花たちという本がある。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い花は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要である。黄色い花は可愛らしいが性格に難がある。この春から取れる粉は人をも殺しも生かしもする高級な薬になる。恐ろしい。これをヒントになんかしろって感じっぽいな。また緑の植物。そこの見えない大きな穴、これはちょっとまずいな。薬を中から何者かのうめき声が聞こえる。うえふふふ。薬、あんた薬持ってないか。持ってない。唾を吐かれた。ひどいな。ちょっとひどい仕打ちだな。まあ薬持ってきてと。金属製鳥かご、様子を見よう。何かは力なく羽ばたいている。開けるとガブリンチョ食われます。開かない。まあこの鳥さんを元気にして緑の植物食わせるってことなんかな。赤い花はひそひそとおしゃべりをしている。なんか赤い花は嘘つきってさっき書いてあったね。ちょっともう一回。物知りだけど嘘つき、厄介な。反対側は羽
花がティータイム楽しんでるよ。本当にイライラするってないわ。あの子さえいなきゃ私たちがここらで一番美しいのにね。え、まあ女性の女子会なんてこんなもんすよ。愚痴大会、嫉妬大会ですよ。あら、あなた随分太い腕が生えてるのね。おほほほ。太い腕？どういうこと？誰かあの子をピーしてくださらないかしら。そうすれば、そうね、私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。人に狂う人って怖いよね。あの子、まあその白い花に嫉妬してるのは分かった。殺してほしいって言ってるね。まあ待て、いろいろと調べます。机の下を覗く。頭蓋骨が落ちてる。まあ持っときましょう。何に使うか知らんけど。血まみれだ。形のいい小さな頭蓋骨。使用用途がわからない。これさっきなかったような。花をピーせばお前も死ぬ。殺せばお前も死ぬって言われてる。でも黄色い花は白い花を殺してほしいと言っている。なんかうまく回避する方法を探さないとってことなんかな。柱時計触ってみよう。特に変わったところは、おいおい、そんなんあり？ちょっとそんなん誰が想像つきます？時計が倒れてくるとか、今でも倒れてきそうだとか、なんかそういう前振り言ってよ。これはひどい。これはひどい。さてこの柱時計は全力スルーして、床が脆いね、この辺りね。マジの日記、なんか真っ赤っかに染まってますけど。女の子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした可愛い女の子。私やん、ビオラちゃんやん。ってことはこの日記はリアルタイムに書かれた、つい最近書かれたやつだね。こっちは真っ暗で何も見えない。そういえばあの白い花が雨に濡れると光るって言ってたね。殺す、ごきげんよう。花を殺すとお前も死ぬって言われた。どうしよう。この頭蓋骨を何に使うのかという、あ、これをちょっと黄色い花に見せて殺してきたよという無理があるけど。意味がない。やっぱ違うか。この老霊の樹木なんか知ってるんじゃ。そうだな、お前さん、時を刻むもんは触っちゃいかんよ。触ったわ、潰されたわ。この人なんか頭蓋骨知らないかな。知らんか。そうか、白い花に見せてみよう。変わらんか。なんか薬とか言ってる人にちょっと見せてみようか。頭蓋骨関係ない。片っ端から。赤い花はどう？反応がない。この穴に頭蓋骨投げてみる？反応ないか。殺すしかないんかね。ジンジャーティーの中に頭蓋骨入れるとかそんなわけないしな、さすがに。試しにやるか。もうこれしか思い浮かばん。カラッシュ。ブッサーそんな
そんな反撃方法？その太い腕ならあの子を殺すことも簡単じゃございません。逆に仕返しされましたよ。倍返しされて死んだよ。急に赤い花しゃべり出した。赤い草だった。花の殺し方を聞きに来たの？この赤いの嘘をつくって言ってるけど、こっちの返答はそのままでいいのかな。聞きたい。3つの方法の中には1つも正しい殺し方はない。だから花を殺すのはやめなさい。嘘だから、3つの方法の中に正しい方法がある。殺せと、結局は。引き抜く方法も手折る方法もどちらも正しい殺し方。これは嘘だね。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい殺し方。これ引きちぎれってことか。これまでの情報を考えると。引きちぎる。あれ？ おかしいな。ちょっともう一回情報整理しましょう。3つの方法の中には1つも正しい殺し方はない。これの嘘って1つ正しい方法があるっていう意味だよね。引き抜く方法も手を打る方法もどちらも正しい殺し方。これが嘘なのは間違いない。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい殺し方。さっきの赤い花じゃない、赤い草のことを考えると引き抜く方法が、でもこれも全部嘘ってなるんなら、でもさっき引きちぎるの違ったから、逆に引き抜く方法が正しいってことか。いや、ちょっと待て。これが引き抜くと手折るは正しいって言ってるから違うでしょ？で、引きちぎるか引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい。すなわちどちらかが嘘、どちらかが正しいって意味だと思うんだけど、いや、でもそもそも引きちぎったらあかんかったし、でもこっちの下の引き抜くもあかんって言ってるし、結局ご機嫌ようが正しいってことかな、もしかして。つまりご機嫌ようなのかな。 変わらん。 でも引きちぎるあかんかったし、引き抜くも違うよね。手折るしかなくない？奇妙な声を発して美しい花は息絶えた。ああいう嘘をつくやつって私苦手です。 頭こんがらがる。白い花びらが散っている。持っていきます。花の残骸で、これ飴に濡れると光るって言ってたんだよね。濡れるものジンジャーティー？突っ込む？花びら突っ込む？関係なかった。 雨。とりあえずこの黄色いのがあれだよね。殺したら褒美くれるって。聞こえたの、この醜い声。聞こえた聞こえた聞こえた。約束のものね、差し上げてよ。白灰色の粉を手に入れた。そしてみんな上機嫌になった。ほんと性格悪いな。で、この粉がなんか生き返らせることも可能。鳥さんに使うんかな、これ。紫色の女の子座ってた。とりあえずセーブしよう。ちょっと鳥さんが元気なさそうだったので、この粉を使って元気にするのかな。関係ないかな。
そもそも開かないもんね。花の残骸、濡れると光る。もしかしてこいつの唾をつけさせろとか。ちまち、花の残骸を差し出してみよう。いや、こいつが欲しがってる薬ってこの白色の粉かな、灰色の粉かな。お、何者か鉄格子につかみかかった。おい、それをよこせ。あげる。鉄格子の隙間から白灰色の粉を差し入れた。何者かは素早く粉を手に取った。あん、あん、なんてこった。あれがねえや、あれがねえと、あれがねえと吸えねえじゃねえか。ドラッカーかな。ドラッグやってる人かな。なんかパイプ的なものが必要ってことなんだろうね。あー、くそー。まあ落ち着け。というか倒れちゃった。あ、金具が緩んでいる。開けましょう。鳥かごの扉をこじ開けた。見えない何かが飛び出していった。これで緑色のツタの場所が多分いけるんでしょうけど、なんか血が飛んだな。なんだ、闇に隠した。何を吸えるものを。このメッセージ変わったね。闇に隠した何を。あ、ドクロが座ってる。ドクロ同士、あ、これも拾っとく。頭蓋骨を手に入れた。頭蓋骨が増えていくよ。2個目。なんかコレクション要素か何かかな。うん、生きるようになってる。水は頭蓋骨が封印している。古びた壺がある。手を入れる、ちょっと待て。頭蓋骨の中にすくって持ってくってことかな。そういうわけじゃない。花びら入れて、違う。じゃあ手入れましょう。頭蓋骨が入っていた。三つ目。もう何も入ってない。うん。うわ、頭蓋骨がいっぱい。あ、この四つ空いてる場所に頭蓋骨を置けってことなんかな、もしかして。レバーがある。いや、待て。なんかそんな感じっぽいな。ちょい待ち。怖いのでセーブしよう。ちょっとおじいちゃんなんか知らない？もう何も喋らん。早いな。そしてこっちの方も生きるようになったね。ん？唐突なタイムアタック。毒素発生中、色のない靴で通ること。帰ります。色のない靴とか今ないし。とりあえずあのドクロの方先行こうか。ここに明らかに置くよね、ドクロ。正面右向き左向き。あ、これドクロを一筆書きでこう向くように一応置けとかそういうやつかな。でもそうなるとやっぱりドクロの数足りないな。とりあえずリバー引いてみる。何も起こらない。うん、ドクロの数が足りない。行かないと。ちょっと調べて帰ろう。ドクロの兵士という本がある。調べてる最中はカウントダウンが止まるね。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気がつかず、さらには自分が死んだことにも気がつかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。城壁の真ん中に立って、正面右左、正面右左と頭を振り続けていた。ああ、これが多分あの骸骨の謎解きのやつだね。正面右左。あ、ちょっと待って。一箇所調べたら戻らないと危ない。次こっち。空き瓶持ってく。
この空き瓶に水溜め込んでってできるんじゃないの？あ、頭蓋骨あった。よしよし、とりあえず置いて、正面右左ってさっきあったんだよね。まあとりあえず今置くだけ適当に置きます。で、なんか一筆書きっぽくなってるから、真ん中のとこからスタートと考えて、正面右左ってなってるもんね、多分。正面右左、正面右左、うん、やっぱりそうだ、正面右左、ちょっと暗くて分かりにくいけど、正面右左、正面、これ正面だ、正面右左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 、正面 OK、 レバーをガッチャン、よし、おー水だー、あそこに花びらつけるんだね。空き瓶に水をためてとかそういうあれなんかな。ちょ、こっちも来るんかい。こっちまで来るんかい。あ、もう大丈夫っぽい。ほんと気を抜いて、しばらくああいうのないなと思った瞬間に来たね。ほんと演出入れるタイミングうまいな。おたまじゃくし、お父さん死んじゃった。あ、カエルのこと言ってる、もしかして。ごめん、お父さんヘビに食べられて死んじゃった。お前が殺した。ちょっと、おたまじゃくし、そんな凶暴なん？そして今トロフィーゲット、復讐のトロフィーをゲットしました。ごめんよ。そう来るか。さて、おたまじゃくしは全力スルーで、この水を空き瓶に詰めるわけだね。で、あの真っ暗なところで空き瓶と花びら使うんじゃないのかなと。それで明かりになるんじゃないかなと。花びらを瓶に入れる。瓶が光を放ち始めた。発光する瓶。うん、自動で使用されます。よしよし、それでもめっちゃ暗いん。ほんと自分の一マスしか見えない。これで即死トラップ来たら全然わかんないぞ、見えなさすぎて。マジで見えなさすぎる。これはタンス。うん、机の下。何もしてない。こんな見づらい場所はとっとと出たいね。なんか壁に血がついたような気がするな。あ、なんか銅像に挟まれてる場所だ。迫ってこないでよ君たち。押しつぶしてこないでよ君たち。おっと、紫髪の女の子の半透明な子がスーッとまた通りすがったね。基本ここ一本道だと思いたいんだけど、どうだろう。住まい通路が並んでる。またタンス、ひたすらタンス。あ、引き出しの中に翡翠のパイプ。あ、これでドラッガーを喫煙具って書いてあるし、スパースパーとできるね。お持ち帰り。まさかここで変な敵襲ってくるとかやめてよ。
何もしてこないなら別にいいです。うん、こっちはただの行き止まり。一方、ん？ビチャー、何何何？血がついた。若干分かれ道はあるけど、そんなに大きくビチャビチャビチャ、血がいっぱい。そんなに大きく惑わせるような感じはないけど、ここでなんか襲ってきたらやめてね。見づらすぎてやばいですよ。もう大丈夫かな？ん？瓶落としてしまった。真っ暗なんですけど、とりあえず上に向かって走ってる。上に向かって走ってる。オッケー。出たー。ガチの真っ暗やめてよ。ほんとホラー演出がうますぎる。毎回言っちゃうけど。発想力って大事よね。で、あとはこの、なんだね。本が勝手にしまった。このパイプを、役付けの人に、あげましょう。隙間からパイプを投げ入れた。パイプは何者かに拾い上げられた。ああ、これは、俺のだ、俺の。何者かは牢屋の奥に消えていった。隣の牢屋から何者かが出ていく音がした。あ、これ牢屋同士つながってたってこと？鉄格子の奥から甘い香りが漂ってくる。その薬の匂いなんかな。またべちゃ、せっかく隠しておいたのに、なんかやばいやつを解放してしまったってことかな。鍵が開いてる。行こう。楽しいお菓子作り。なんでそこを伏せ字にするのか。病気の子を持つ親へって意味なんかな。ちょっとところどころ伏せ字になってるけど。薬物依存症かな、これは。どれも汚れていて読めそうにない。これもなんか重要なあれなんかな。お菓子作りと病気の子を持つ親、薬物依存症。あー、なんかこの屋敷の一家がなんか死んだっていうのあったよね。その親が呼んでたとか。ちょっと待って、メモを読ませろ。この白いのなんだ。布にくるまれた何かがある。ちょっと待って、薄汚れた裁縫道具や壊れた調理器具が乱雑に入っている。意味なかったか。じゃあ布にくるまれた何か取りましょう。赤い靴。あ、これであの毒素のエリア行けるってことかな。血を流せ。やっぱ赤い靴ってさ、不吉な象徴でもあるよね。なんかの童話かなんかで赤い靴の少女ってあるじゃん。履いたらずっと、少女の頭のない胴体だけが歩いてった。赤い靴の少女って一度履いたらずっと死ぬまで動き続けるってあったよね、確か。不吉な予感しかない。靴履かないの？煽ってきよるわい。これはもうセーブしていきましょう。赤い靴は内側も外側も赤一緒で一色で塗り込められている。気味の悪い靴。しかしこれを履かないと毒素エリアがいけないっぽいので、履きましょう。ちょっとそんなそんなあれ？履いた瞬間にこちらのビオラちゃんの頭と首がさよならしたんですけど、頭と首じゃねえや、頭と胴体がさよならしたんですけど。しかしここって色のない靴で通ること。あ、
色のない靴って書いてあるわ。そもそも そもそもが色のない靴。あ、もしかしてこの靴をあの湖のところで清めるのかな、きれいにするのかな。あ、洗う、来ました。靴の血が洗い流されて透明な色が現れた。ガラスの靴を手に入れた。しかし池が真っ赤っかになっちゃった。赤い水が流れている。オタマジャクシがなんか反応を起こしそうな気が。好奇心には勝てない。あ、死んだオタマジャクシが浮いてる。復讐じゃ。いや、そもそもカエルくんがね、私も殺したくなかったんですけど。何今なんかピチャンと音がした。ちょっとこれちょっと待て、こらガブガブガブここ逃げる方向、逃げる方向、あ、上か。で、こっち。オッケー。まあ川のエリア逃げてもいいんでしょうけど、川？湖？まあどっちでもいいんでしょうけど。よし、これでガラスの靴、自動で消耗するって書いてある。毒の上を歩ける。でも時間は過ぎてるね、どんどん。ん？踏んだ。踏むだけだった。3、2、ギリギリ、1、まだ続いてた。シュンって溶けた。早い。時間ギリギリすぎない？いや、ギリギリどころか全然足りなくない？